ねえみんな、歯磨きしてる？歯磨きするとお口の中がすっきりして気持ちいいよね。歯を大切にするとずっと美味しいものが食べられるんだって。トヨタのみんなが上手に歯磨きできるように歯の磨き方教えるよ。歯磨きチャレンジスタート。自分で守ろう自分の歯。ねえねえみんな、こんなことない？毎日ちゃんと歯磨きしているのに、あれ？歯に黒い点々があるよ。歯医者さんに言ったら、これは虫歯だね。気づかないうちに甘いものをたくさん食べたり、ちょこちょこと食べてばかりしていると、お口の中にばい菌が住みついちゃうんだよ。だって。あれ？なんで？ちゃんと歯磨きしているのに。そうだ、正しい歯の磨き方を一緒にお勉強してみようよ。まずは歯ブラシの持ち方から見ていこう。あ、その前にみんなの歯ブラシどんなの使ってるかな？ちょっと小さいかなって思うくらいの大きさ。歯ブラシの毛先がみんなの歯2本分がちょうどいい大きさだよ。ここで大事なポイント。みんなは歯ブラシの毛先が開いてしまった歯ブラシは使ってないかな？これではしっかり磨けないから、新しく交換することが大切だよ。それじゃあ歯ブラシの持ち方から練習していくよ。歯ブラシで一本一本丁寧に磨いていこうね。そうだ、歯ブラシに名前をつけてみよう。歯ブラシを人に例えてみよう。ここは人の頭みたいだから顔って呼んじゃおう。そうするとここはお腹だね。じゃあひっくり返してここは背中だね。みんな覚えた？じゃあ歯ブラシの持ち方を覚えていくよ。まずは歯ブラシの顔と自分の顔をこんにちはするように向き合ってみよう。できたかな？次は歯ブラシのお腹を親指でしっかりと押さえるよ。顔と顔向かい合ってこんにちは。これこんにちはの持ち方だよ。覚えてね。次はさようならの持ち方だよ。歯ブラシの顔は外に向けてみよう。親指は歯ブラシの背中をしっかりと押さえるよ。じゃあやってみよう。さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。うんうん、できたね。こんにちはとさようならの歯ブラシの持ち方、覚えられたかな？それじゃあ、早速歯磨きしてみよう。まずは奥歯だよ。奥歯はお口をあーんと大きく開けて、一番奥にある歯だよ。舌で触ってみて、わかる？なんかボコボコしていて、小さな隙間がいっぱいあるよね。上にも下にも奥歯ってあるよね。奥歯は食べ物をすりつぶしたり、よく噛み砕いたりしているから、深
深い溝に汚れが溜まりやすくて歯ブラシがうまく届かないから虫歯になりやすい歯なんだよ。しっかり磨いていこうね。まずは上の奥歯の磨き方だよ。歯ブラシはさようならの持ち方だよ。歯ブラシを上の奥歯に当てたら奥から前に10回くらい動かしてみよう。シャカシャカと音が聞こえているくらいの力で磨くよ。もう一回。できたかな？反対側もしっかり磨こうね。次は下の奥歯だよ。歯ブラシはこんにちはの持ち方。下の奥歯に歯ブラシを当ててから奥から前に10回くらい動かしてみよう。もう一回。反対側もしっかり磨くよ。うんうん、できたね。そういえば、みんなはもう大人の歯が生えてきたかな？一番初めに生えてくる大人の歯は第一第九歯っていう名前の歯なんだよ。歯の中で一番強い力を持っている歯だから歯の王様と呼ばれているんだよ。でも今は奥にちょこっと見えているお友達が多いんじゃないかな。奥の方だし見えないし歯ブラシがとっても届きにくいよね。みんなが80歳、90歳、100歳となった時も使うとっても大事な歯なんだよ。ここで大事なポイント。上手に磨くコツは王様みたいにエッフェンと威張っているように肘や胸を張って横から歯ブラシを口に入れるよ。歯ブラシを一番奥の歯に当ててからシャカシャカと動かすよ。そうすると背が低くなっている歯に歯ブラシが当たるんだ。次は外側だよ。じゃあまずは左の奥歯の外側から磨いていこう。歯ブラシはこんにちはの持ち方だよ。そして口を少し開いて歯ブラシの先っちょを歯にまっすぐ当ててみよう。優しくこちょこちょって磨きながらちょっとずつ前歯まで磨いていこうね。下の歯も同じ動きだよ。さあ次は右の奥歯の外側だよ。歯ブラシはさようならの持ち方。先っちょをまっすぐ歯に当てて前歯まで小さく動かしながら磨いていくよ。できたかな？じゃあ下の歯もやってみよう。歯の外側が磨けたら、次は内側だよ。それじゃあ、左の上の奥歯から磨いていこう。歯ブラシはさようならの持ち方。歯ブラシの先っちょを上の一番奥の歯に当てて、小さく横に動かしてみよう。
もう一回。できたかな？次は下の歯だよ。同じように歯ブラシを歯に当てて小さく横に動かすんだ。じゃあ反対だよ。歯ブラシはこんにちはの持ち方。右の上の奥歯に歯ブラシの先っちょを当てて小さく横に動かしてみよう。下の歯もやってみよう。うん、できたね。じゃあ前の歯の裏側も磨いていくよ。上の歯の裏側は歯ブラシをさようならの持ち方にして、歯ブラシを縦にして一本ずつ丁寧に磨いていくよ。次は下の歯の裏側。歯ブラシはこんにちはの持ち方をして歯ブラシを逆立ちさせてみよう。うんうん、その調子。みんなこれから歯磨き上手にできそうかな。毎日チャレンジしてみてね。歯磨きの後はブクブクうがいをするよ。まずはお口に水を入れないで練習してみよう。口を閉じたまま片方のほっぺたを膨らませてみよう。次は反対。もう一回やってみよう。両方のほっぺたを膨らませたりへこませたりしてみよう。できたかな？じゃあお水を使ってやってみよう。お水は口に入れすぎないように一口水を口に入れるよ。練習したように片方ずつブクブク。今度は両方でブクブク。はい、できました。いかがでしたか？お家で、園で、学校でできる虫歯予防と大事な歯について見てきました。豊田市の皆さん、自分で守ろう自分の歯を合言葉に、ずっと自分の歯でいられるようにお口の中のこと、これからももっと大事にしていきましょうね。